そばとグッとちょっとじゃとしていつかきっとずっともっとバッとしてきっと待ってたって何も変わんない。今日はやっとグッとレッツ今日も誰かの楽しい声が聞こえてくるはず。紙の上じゃ世界の真ん中、夢の中じゃ売れっ子漫画家、物語はちょっと取り引き、徹夜明けはいつもグロッキー。夢を持った